見すぎ。これまでの試合を見させてもらったが、心臓は大丈夫そうだな。あ、もちろん心配は無用さ。よかった。それでこそこっちも全力で戦える。君はもともと手を抜くようなタイプじゃないだろ。お見通しか。あ、もちろんだ。相手がどうであれ、俺は全力で戦う。正々堂々とな。望むところさ。今日は勝負だ、松山。来い。そして俺たち富良野中が勝つ。君のプレイは研究させてもらったよ。今日はいい勝負になりそうな気がする。でも必ず僕が勝つ。それは皮肉のつもりかい？いや、そのつもりがなかったならすまない。病気のせいで練習ができないことを言われているような気がしてね。できればその言葉は使わないでほしい。僕も僕なりに努力してるつもりなんだ。
君、ボールダッシュ成功。ドリブルでボールを運ぶ。松山君、勇ましい突破だ。必殺のシュートでゴールを狙う。よし、向井君、これをブロックに行く。あーと、ブロックを粉砕。小田君、これをトラップ。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。金田君、クロスに合わせに行く。ぶつかっていった。アラスのようなドリブル。必殺のシュートを放った。さあ、ボールと真っ向勝負。決まった。期待の新人が見よし、これだ。西山くん、カードを出します。小田くん、ボールダッシュ成功。激しいタックル。ここからチャンスを作れるか。勇ましい突破だ。必殺のシュートでゴールを狙う。森山くん、このシュートを正面から受け止める。あっ、キーパーごと突き刺さった。よし、これだ。いけ、これだ。やっ、激しいタックル。フラノ、チーム全員でゴールを目指す。スペミの攻撃だ。武蔵、ここでスローインを得ました。松山くん、ここは抜かせます。勇ましい突破だ。ここからセンタリング、クロスに合わせに行く。それ、スローインからの再開です。ぶつかっていった。若松くん、センターラインを越えて攻め込む。あと、ドリブルを見送る。若松くん、シュートまで持ち込めるか。武蔵、早くこの窮地を出したいところ。見切った。ここから打ってきた。向井くん、これをトラップ。体ごとぶつかっていった。かばして振り切った。止められない。そんな、いけ。松田君、パスを回す。若松君、クロスを上げた。松山君、センタリングに合わせる。さあ、前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。君、ここは抜かせません。タックルを決めた。もらったぜ。勇ましい突破だ。このタックルは不発に終わります。イーグルショット。足を這う豪快なシュートだ。これは見事にキャッチ。フラノ、大量リードでの折り返し。このまま余裕を持って試合を進められるのか。後半戦開始です。オーラ、ここは抜かせません。これで素早く横にかわす。武蔵、このチャンスはものにしたいところ。小田君、次々にかわしていく。ボールがタッチを割りました。武蔵、この位置からのスローイン。これはロングスローだ。滝沢君、パスを回す。絶妙なインターセプト。これだ。足のようなドリブル。ゴール前に持ち込んだ。豪快にシュート。横飛びで鋭く反応。ゴール隅に決まった。まさにスーパールーキー。圧巻のハットトリックです。はぁ、クロスが決まった。これで横をすり抜けた。パスを出します。山本君、センターラインを越えて攻め込む。横にかわして突破。
ここからセンタリング、小田君クロスに合わせに行く、三杉君ここで奪った、小田君素早く横にかわす、このクロスは通るか、このセンタリングをものにできるか、チャージが決まった、山村君ゴール前に上げた、このセンタリングをものにできるか、松山さんここでチャンスを潰す、ボールを奪った、松山君ゴール前に持ち込んだ、これは見事にキャッチ、パントキック、どこまで運べるか、長いパスが通った、佐瀬君ボールを奪った、横にかわして突破、センターラインを越えて攻め込む、今度はシュートだ、このシュートにジャンプで反応、決まった、まさに必殺の一撃でゴールをゲット、そら、ここは抜かせません、かわして振り切った、小田君敵陣を切り裂く、それ山村君センターラインを越えて攻め込む、横にかわして突破、若松君素早く横にかわす、時計はすでに後半の15分を過ぎています、激闘の決着まで残すところわずか、若松君ここは抜かせません、ドリブルで突破、若松君センタリングを上げた、これは戦い方を変えてきたようです、この猛攻を得点につなげたい、金田君センタリングを上げた、このセンタリングをものにできるか、松田君ゴール前に上げた、武蔵ボールを奪うことができず防戦一方です、スローインでのリスタート、これはロングスローだ、いけ、若松君ここは抜かせません、武蔵ここでスローインを得ました、小田君ボールダッシュ成功、ドリブルでボールを運ぶ、小田君素早く横にかわす、フラノチーム全員でゴールを目指す、捨て身の攻撃だ、向井君ボールを奪うことができません、金田君クロスに合わせに行く、チャージが決まった、忙しい突破だ、あらわしのようなドリブル、パントキックで大きく蹴り出した、そらそれ、松田君は激しいタックル、あらわしのようなドリブル、勇ましい突破だ、あらわしのようなドリブル、まさに必殺の一撃、決まった、ゴールをゲット、これいけ、チャンスが決まった、よし横にかわして突破、止められない、横をすり抜けた、かわして振り切った、後半もすでに30分が経過、ここからゴールは生まれるのか、フラノこの猛攻を得点につなげたい、小田君パスを回す、これはゴールラインを割ります、武蔵ゴール前からどう展開していくか、長いパスが通った、それ中松君ここは抜かせません、素早く横にかわす、止められない、ドリブルでボールを運ぶ、このタックルは不発に終わります、ドリブルで突破、佐野君ボールを奪うことができません、金田君クロスに合わ完勝、大量得点で試合に花を添えました、
ちましたよキャプテン。これで全勝まであと一つだ。ああやったなみんな、俺たちの夢まであと一歩だ。負けたよ松山、君は本当に手強かった。いやそれは違うぜ三杉。え？手強かったのも勝ったのも俺じゃない、フラノ中佐。そうか、やっぱり君は本物のキャプテンだな。改めておめでとうフラノ中、最後の南葛戦頑張ってくれ。ああありがとう。フラノ中のそして松山の強さ、あれはものすごい努力に裏打ちされたものだ。あれだけの努力ができるように僕もこれから病に勝つ努力をしていこう。そしていつかまた戦うんだ、松山やヒューガ、そして翼くんと。みんな、ついに次は南葛戦だ。南葛の手強さはみんなが知っている通り、全国大会では悔しい思いもさせられた。けれど俺たちは必死に努力して、あの時とは比べ物にならないほど強くなった。そうだろみんな。あ！そして次の試合が正真正銘、俺たち富良野の最後の試合だ。小学校から今まで俺たちが積み重ねてきた努力と信頼と友情、その全てをかけて絶対に勝つぞ。行こうぜみんな、これまでの人生完全燃焼させようぜ。富良野のサッカーの強さを見せつけるぞ。よしお前も一言気合い入れてみろ。その気合だ、弱気は最大の敵だからな。それじゃあみんな、南葛戦に向けて練習するぞ。勝って笑顔で終わろうぜ。ああ、君は…あ、頑張ってくれ。お前は？何？ああ。お前誰だ？え？ああ。
よし。Thank you.